はい、これはこの作品は岡本朋子さんの「櫛削る」という題名の作品です。これ櫛削るですけど、櫛は写ってなくて手櫛で研いてるんですけど、紙を。で、長い紙とかその櫛削るっていうこの行為自体は、海外的な文脈で言うと情念っていうのを象徴してるんですね。で、ご本、岡本さん先生ご本人もそれは意識していると思います。で、この紙を解くというのは、古来非常に使われてきた画題ですけれども、やはりこれこうは非常に、これはもうある種典型で、情念、女性の情念というものを表現した作品になってます。で、この作品よく見ると分かるんですが、女性の表情とか目とかこの表情に何かちょっと憂いを含んだような、魅力がね、出てる作品だと思いますね。はい、ありがとうございます。